ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。中国人留学生大進です。アレリアの杉です。メディアチームの一徹です。はい、というわけで今回もハルコマやっていきたいと思います。前回ね、青タン対決めちゃめちゃ好評だったんですよね、はい、そうですね。というわけでね、ちょっとね、まあ調子に乗って今回次なる単色対決したいと思います、うん、はい、今回やっていくのは黒タン対決でーす。ということで黒タン、黒タンの戦術って言ったらさ、イヤニメとマダカ族とかね、うん、本坊結構強いイメージあるんですよ、うん、そうっすね。あとは、まあ、ハンデスとか芸人下げたりとか、そうです、なんか強強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 の色だしね。それが4つ集まると一体どうなってしまうかみたいな、ね、そうだね、まあ、どうにかなってしまいますね。まあね、ちょっとどうなるかやってみたいと思います、うん、というわけで、ジェネラル紹介していきたいと思います。僕が使うのはこちら、落ちたらこのボルラスってことで、うん、誰やねんって思うかもしれないね、最近の人は、ね、ボルラスの城塞のボルラス、そうだ、ね、そうです、ね、とか、あとは暴露の絵、暴露の絵になってるね。小林選手はまあトリプルシンボル6マナの64で、2マナで手札からクリーチャーカードを捨てると、そのマナポスト分、パワーストレスが上がるっていうことで、だから3マナの餌が3マナのクリーチャー捨てると、もう9なんか3マナっていうのが可愛いじゃないですか、うん、10マナカード捨てたら1人エムラクール捨てると21点やばー1人消える不思議で怖いね。いやさすがにでも日本まあ重いしね、クロタンジェネラルといえばっていうのあるじゃん。まあそうですね、まあ確かに、まあ、こいつの名前上がってこないでしょ、さすがにただね、捨てたカードを使ってゲアニメとしたりとか、そういったね、ラグ以外のその戦術もできるんで、まあ結構、実はね、面白いジェラルでもあるんで、今回その強さを見せていけたらいいなと思います。うん、ということで、次は、大臣が。私は使うのは、こちらです。梅沢敏郎。お、今、旬の、旬の、海側のカードです。こちら、梅沢敏郎の能力は、まず3万7ジェネラルダブルシングルで、うん、あと、馴染みの武士道1。馴染みの馴染みの、馴染みの。武士道1。まあ、日本のっぽい和の能力ですね、うん。まあ、クリーチャーが、このカードがブロックされた時、あとブロックするとき、あの、この武士道の数値分修正する、うん。まあ、自身が2-2なんですけど、ブロックされたら3-3になります。うん、下は大事な能力で、対戦相手をコントロールしてるクリーチャーが、墓地に送るたび、私は自分の墓地のインスタントカード1枚対象取って、そのカードを使ってもいいよ、うん、まあ当然使った後は追放する。まあちょっとヨグルスミウェルに近い感じのジェネラルで、黒の魅力、うん、あの除去を活かして活躍したいと思います。実定入ってる？実定は入ってないですよ。ビジュアル重視じゃない。いやビジュアル重視じゃない。実用性重視です。まあこれです。使いたいと思います。はい。ということでじゃあ、スギちゃん。はい。僕も神川物語から現れました。こちらです。始祖の稲目。うーん、神様、こいつは誰ですか。こいつはですね、まずこいつはスピリットなんですけれども、うん、こいつが場に出た時に自分のデッキから好きな枚数分だけスピリットを選んで、それを墓地に送っても良いということです、じゃあさ、だからスピリット石川とかさ、リビングエンド、リビングデス、まあ、あとはもう総帥の消臭とか、うん、ああいうカードがあればもう全員出てくる。全員出てくる。ただ皆さん分かるかもしれないですけど、黒のスピリットなんか覚えてるカードあります？神スピリット、黒のスピリット覚えてます？グレイブボーンミューズ。グレイブボーンミューズ、確かにあれスピリットですね、うん、なんかかなりあの、うん、変なのしかいないです多分神カーブロックがまあ5割そうです5割以上、つまり変もいっぱい変なのが変なのが来るかもしれないし、まあ、それがいっぱいリアにされてすごいことになるかもしれない、うん、なるほど。五重化ボグを指すのはやめような。なるほど、なるほど、なるほどね。でも新しい輝く世界で黒のスピリットめっちゃ増えるかもしれないから、うん、そうですね、実はそう、今の中央カード、もしかしたら重要あるかもしれない真のカードですね、真のカードですよじゃあ続いて、はい、池さん。はい、僕が今日使うのはこちら、コモンドロボチビボネです。お、2マナ1-2とだいぶボディ貧弱なんですけど、終了フェーズ開始時にそのターン対戦相手が誰かが手札を捨てたら一転したってドローができる、うん、相手の手札を攻めつつ自分はコンパーツを探しに行けるっていう、うん、ちょっと、まあ、ターボっぽい動きをしたいなっていうジェネラルです。はい、なんと6マナ払うと手札がない対戦相手は10点失ってしまうんだというもので、結構払う機会ありそう。結構そう、そう、ね、なんかゲームが長引いた時はこれで倒せることもあるんで、結構うざそうだね。まあ、ハネスは良くない。まあ、黒らしい陰険な。え、てかさ、ウォルラスさ、起動発動力でクリーチャーカード捨てるんだけど。あざす。あ、そういうことか、そういうことか。殺してやるぜ。はい。どうなんだろうね、これ。どうなんだろう。そうだね。ここの二人は黒っぽい戦術のカードですよね。リアニ系、ハンデス系みたいな。まあ、この除去。もうでも、パンチ。パンチ。パンチ。はい。とりあえず、やってみましょう。レッツゴー。
じゃあ、ダイスいきまーす。はい。1、2、3、4で、出た人から時計回りです。はい。じゃあ、俺からだ。久しぶりの大会から始まるの。確かに。スイちゃんが。俺が3回割り勘してるんで。あと全員7枚キープか。7枚キープです。ゲーム開始開始。うん、あるあ、葬式が得でした。かわいいわ。3回目。力戦ない。力戦ない。よかった。よかった。みんな平和かな。じゃあ、まあ、いたしまいです。おしまいで。だけ気づかれまーす。2番出しましょう。自分の出して終わりです。かわいいです。はい、みんな、いいじゃないですか。あれ、近いか。3番だ。で、山地区じゃん。山地区中ターン。おー。で、一番上の状態で、好きな方探します。1番でもいいんだけど、まあ、そのまますぐですから。リングを。で、3番。この読み。前日に行って、その後に2枚引く。はい。1個しか送って、これとこれドロー。で、2点失って、38。で、おしまい。補聴引いてくれないと死んでしまう。終了です。え、まさかの一番だ。誰かの太鼓。お。1。で、自分のタップしてもう1枚出して、無駄なの。うわ。おぉ。出たら割れ。割れねえぞ、あれ。一瞬で。出まーす。まあ、ありまして、トムラに1枚出して。はい、割れ。じゃあ、俺は、フットランク置いて、死ぬぞよ、乗ってます。いわゆる乾杯で。乾杯さん。まあ、キープ開始に、追加引けて、うん、でライフをします。まあ、アイテムを使えるんで、うん、ライフ1になったら気をつけろ。じゃあ、動ける。はい、ウォールストリート。なんだこいつ。はい、何こいつ。こいつあれですね。黒ゴマだとタップで、ターゲットプレイヤーが手札を1枚リスカードします。これは操作リタイミングでしか使えない。チャネルっていうあの本力本力を本力を持ってまして、次も出るね。そう、あの7マナで手札のこいつをディスカードして、下の能力を使えて、それでもまあ手札を1枚生成することができるという、ちょっとなんか変なのが置いてあるから、多分テキスト使わないんですけど、いやもう考えましょう。じゃあ終了で。はい、自分タップして黒3マナ四季の霧。あ、これは各プレイヤーはアップキープに手札を1枚自分で選んでいいんですが、捨てなくてはいけません。はい、なるほど。出たら終わりです。はい、じゃあ、とりあえずマナ全部出します。とりあえずジェネラルキャストで黒と同じ時期の状態でキャスト。お、最初はこちらですね。引かせてよ。キャスト。うわ、こっちも。はい、読めなし。読めなし。上田敏夫の能力は誘発するんだけど、補正するよ。かからないといけない。いや、まあ、これ、もう一回ただで詰まれるんだけど、でも、対象はちょっと可愛いから、この対象をスルーで、はい、大丈夫です。エンドで、この上田君に使ってよ。無駄なのに、絶対に読めます。やっぱりやったゲーム。空の力戦。おお、いいぞいいぞ。よくないぞ、よくないぞ。どうしようか。みんな地獄の顔面だな。ないぞ。どうせこっち使わないから。で、あと1まで大なぎなと出します。おお、では、パー3以上のクリーチャーしかつけられなくて、3-0修正のトラップレイヤー強い。それはよくないぞ。バランスいいのはディスカウントします。はい、今使います。これ捨てる旅なんで、まあ、その中のクリーチャーですね。出ます。じゃあ、もう一体本当にね、まあ、いいやったことです。このまま、おー、このままリスを出しました。で、こちらこれで終了で、はい、プラス2個いやー、ジャッシュさんが使いました。強されます。強されます。ドロブリスを、おー、あー、やべー、やばい。苦しい。とりあえず苦しかった。金属モックス。はい。で、あ、ここの儀式を攻撃します。おー、まあ、楽しくなってくるんですね。で、これなら4まで1、2、3、4まで14枚をもう一度出しますね。出たら2で大塚さんタイプ36で、あ、終わります。キープ、あ、結局を捨てました。じゃあ、僕はエンドロします。あれ、強いぞ。やめめちやめやりよ。3マナで、はい、中途使います。はい、担当してます。で、残りのマナでドルエンジンを発動します。エンドです。はい、じゃあ終了フェーズ開始。自分の願い誘発します。一転したってドローします。ゾンタンとしてました。やった、ドローします。で、ヒリンゲンに発明を当たる。はい、今のでアニメートです。おっ、フルラック。あっ、あっ、にわかに。はい、でねー、12、13。強い。ただ強いだけ。じゃあ、あと念のためちょっと宿命のネクロマンサーを出しておきます。はい、じゃあ終了フェーズに15年を発動します。はい、
突然突然変動できた突然マジで次じゃ一番きついこれやばいっすよ、ね、めっちゃ笑いましたはい、とりあえずこれ捨てました、はい、じゃあ飛ばしますね現地対決をした、うん、今だから1度目に乗りました、はい、で、こちらこのまま終了ではい、じゃあ終了クイズチームの誘発と申します絶対ブラックでなると思いますアンタパフキープオーラギアまでついちゃうからいやーちょっとエムラクルマジ聞いてないんだよとりあえず選手の関係をディスカウントしましょう、はい、ドローフェイチドローうわーエムラクルにこれ打ちたくねえけどやるしかないよ今な大群の球児エムラクールに打ちたえ、10それってマナソースだっけそうマナソース13点一回殴られたよえ、何枚あんのあれ、あれしたっけずるくないなんだよちょっと、え、いや別に誘発しますえ、あキャストうわこれってさ、え、相手でもいいのあ、そう、いずれの対戦相手がコントロールして、いずれのクイーチャーが墓地に置かれるとき あなたが墓地のインスタントカード機が対象してそれをプレイしてるあ、なるほどそういうことだこれじゃないですかいや、それは死な死なまあ、俺たちはね、3回殴られればいいからです別に殴られたらまだ遠いですとりあえず許さないいやちょっと待ってくださいよ、ね、やっぱ判別は許さねんなそうですよじゃあ追放かはい追放されます3回目だよ将来黒い位置リアニメイトでエムラクルくださいえまあとりあえず13点じゃあ13点から3点11あのエムラクル長いだろさすがにまあ1ままでまあコマ出しておいて終わりです、はい、カードねはい、ねはい、お願いしますおまな。キャスト。お、富の協力。富の協力。どういうカード？これはね、相手のクイッチャーが死亡するとき、私はプラモのトークン1個出ます。で、私は10個のプラモのトークンを得て、アップキープを向かうと勝利。なるほど。うん、ていうか、なお、俺、死なお。なお、なお。クイッチャー死なない。なお、クイッチャーは、ジョーク。ジョークした。ジョークした。まあ、ちょっとコンバットを抜きますか。うん、1点、どうしたい？1点ぐらい食らうか。よろしくお願いします。1点、1点ルールしたわ。ボルデンいや、こいつ出さなきゃよかった俺の手札出さなんだけどうわこれどっちだ全く分かんねえうわ面白いカードがどんどん手札から消えてくるディスカードします、はいはい、モータルコンバットディスカードしますあじゃあどうしますね一番の見せ場が一番の見せ場のカードがどっかにしようってオプションまで行った方がいいで、散りました、はい、で、まあ黒お、3枚カールお、うんこれはこれはですね、デッキから1枚サーチする中段系の能力を持っててで、フラッシュバックで言ってると加えるカードが2枚になるっていうものなんですけど、うん、なんか変なのがあるんで、これはさよならって今なので大群の求人最初は面白いもんで、4点失います高いということで、それはボスに行くそれはボスに行きますみんなよし、よし、よし、こちらはこれで終了で、はい、じゃあ、もらいます。ディスカードコーパーを、はい、で、これはこっちを借りる、で、ドローフェイスの方を、やった、やな。で、杉さんには非常に申し訳ないんですが。どうも。これはもうダメっぽいな。これはもうダメっぽいぞ。ひどい。黒タン対戦、力戦禁止にした方がいい。明るみのダイカーを。こちらにします。これ何僕がコントロールしている沼の枚数分手札を公開してもらって、はい、そこから1枚選んでディスカウントするんです、はい、2枚見せてくださいにしましょう。はい、すいません。なのでドローします。はい、エンドです。はい、失礼します。で、ドローします。はい、引き抜いた。じゃあ、引いてやっても何の目に素晴らしいキャスト。え？カード1枚成功します。イランカード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 。エンドです。じゃあ、どうしまーす。はい、まあ、なんもないと。ふいっ。え、沼しかしたん。一応、今そうでしょうか。94。94。94。勝てない。勝てない。94は勝てない。大して長く。壮絶なので。9。はい。どうぞ。おしまいです。沼を置きました。これで終了で。はい。エスカーを補充かもしれません。はい。そこからソウルキング1、2、3、4、5、6でチビ骨を2でアタックでエンドです。3万
ヨグスの家ヨグスの家ヨグスの家セットします。なんで否定するんだ。人間はサムライ、人間、デーモン、デーモンでなんだよ。いやもう八幡坊です。許されない、まあしょうがない。よし、バカルモントークに行こう。いやさすがに統率するより、はい、八幡店でエンドです。いや、いいか。うん、一番いい。エンドに無限地帯を切りました。デッキから沼を2枚持ってきます。ドロー、ウルサズサードを来ました。あ、強いぞ、強いぞ。カード強いけど違うだろ。ないだろ。6マナ、うん、出しました。正面鍋、正面鍋、はい、正面鍋出ました、うん、でこういったですね、場に出た時に自分のデッキの中から好きな枚数だけスピリットを選んで、それを、墓地に送ることができます。墓地に送ることができます。はい、なんで僕は今からデッキの中に入ってる、植物を全て抜いてデッキの質を高めてゲームに勝てるかどうかを検証していきたいと思います。フォロー番組、試練、狂気、一定数指定から考える、一定数出してからでしょ。絶対に強いって確信を持てるよ。初めて見る絵の顔いっぱい出るね。墓地とか絶対増えねえの。バスピートだ。カジマロ、カジマロ手札ないと意味ないから本当の意味でいいから。無難だよ。ドゥームズデーのファイルになってる。すごい、すごいドゥームズデーだけど。オッケー、じゃあちょっとみんなもう多分何度かわからない人は分かんないですけど、この16枚のスピリッツたちが今から冥府に返します。これパッと全部入れたら思想の稲目検定1級だね。1級めっちゃ幼少になりますね。どちら様。じゃあこちらこれで終了で、はい、ディスカードなんか判別するいいですか。手札あるって楽しそうだな。いやいいな、いいですね。やっぱり手札があるっていうのは。4、5、6、7、8、全開。エンドです。ドロー、エンドです。思いついた、思いついた。おこれね、で3マナで4マナ、で18ランカー手出します。およさし、あったあったあった。あー、え、まずいかも。街の鍵を持ってきます。ロープも出します。はい、7コンバット、うっ、アタックで、ブロックされる前に、はい、タップしてカード1枚します。オーケーです。思ったん、こいつはブロックされない。何、まあ、とりあえず9点カードしたんで、ドローします。はい、ブロックできない、9点食らいます。お前らがどこにいた。これ、うっかり自分の誘発すると死ぬかもしれない。あ、俺してました、カードしてましたよ。あ、あれ、え、これ強制、これ強制です。あれ、あれ、これ俺次のターン何もしなかったら倒せんじゃん。あ、あるぞ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 。自分でカード1枚捨てたら、まずい、まずい、まずい。ちょっと待って、知りたいんですけど、チームでって、誰かが捨ててたらそのターンに。そう、対戦相手誰かが捨てたら。これもしかして5マナ払ってソーサリータイミングでタップすると、対戦誰かのプレイヤーの手札を1枚捨てさせることができるけど、もしかしてこれ大神の手札を捨てさせると、ゴーストリストストーカーのリスト起動します。対戦相手対象大神で1枚手札捨ててください。うわー、じゃあまあゾンビが見てます。僕はこのままターンを終了したいです。はい、ちょっとチームネってこう、なんか、なんとかしてこれを除去しないといけない。え、あるとかない、誘発します。はい、外してください。ドローして、一点失います。はい、この瞬間、あー、いやー。じゃあ、エムラクル返してください。って探したことによって、このエムラクルは追放されます。よかった、よかった、よかった。いや、こんな解決方法あるんだったら、稲見出さなかった。じゃあ、ターン入ります。どうぞ。お通りします。ガンドを置いときます。次には、もう一回通ってくれない。まあ、こいつとこいつのどっちかがブロックできないと始まらないから、まあ別に、まあいいよ、1枚ぐらいだったら。じゃあ、はい、1点、いいだろう、感じだろう。うん、行きます。いいですか、はい、いいです。ランタップしたんで、2マナ払って、マナをします。あ、向こうか、強いね、強いな、強い。対象ラッキー4、はい、4トランプで、俺はここで、インキュアルシールを使います。あー、強いぜ。2点失って、トップに釣ります。はい、これ釣りました。はい、おしまい。じゃあエンドにウルザンサーバーを起動、はい、構築物トークンを1体割り出します。強いかも。ドロー、はい、起動しました、はい、なんで構築物トークンがさらに1体出てきて、まあ、結構カチカチになってきた。このまま、ウルザンサーバーがサクリファイされて、デッキからマナファクトが出てきます。出ました、うん、さらに強くするために1マナ、アニケンの地図、パワーパワーセット入りました。66と44で大塚さんに殴りたい。次のターン16点だぜ。5マナと3、これで5マナです。5マナでデモニック、これ以上バイバック持ちで、バイバック手札2枚捨てると、こいつがハンドに戻ります。なんでも手札のいらないスピリットを捨てて、好きなカードをサーチできる、すごいカードだったんですけど、もういないし、スピリットもいないし手札もない。
これ何をサーチしたら強いんだ。いや、なんか今のプランが、じゃあこれで終了で、コンサルト結構みんな、俺も結構時間ない説あるな。これはあります。はい、次、アカットないです、エイドです。いや、これね、はい、スギちゃんの可能性そっか、まあ、サーチしてますからね。スギちゃん、まずトレードアタックしてみよう。94だから、ブロックしました。66でブロックです。いいよですか。大丈夫です。出ます、トラップを捨てました。お、16パーでき、いくつですか、数字上。25点6 19、ギリギリ耐えてる。トータル19入って、残り13でギリギリ耐えてます。耐えた。で、こいつってカフェスマー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 カフェブラック、スピットオブザナイト、はい、こういったですね、フライングトランプル、プロテクションフローブラックなんで、プロテクション黒で、アタックした時のみの先制攻撃、ファーストストライクがついてる、うん、やばい、大事で6号配信が大塚さんを殺してくれることを全て祈るしかない。そうね、プロテクションの6号と、これも殴ってきた、青い号と、5号と、もう一応別にこいつでブロックしないでも絶対大塚さん殴りました。もう俺は大塚さん殴るぐらいしかもうできない。これ、ネクロマンソン効果、ネクロマンソン効果こいつを危険すぎると、それは聞いてない、こっちからグリチャーカードを呼び入らせることができる。なんか地味宝物、そしてなんかなんかちょっとそう宝物出してる。まだ遠い。それドラゴン、ドラゴン間に合します。救急飛行、救急どうぞ。お前ダメだ。あー、お前ダメだ。じゃあこいつが55と44と11、合計10点。14、お前死ね。プロテクション、プロテクション、黒が吹いたってない。ブラックマックスでもねえだろ。じゃあ僕はこれでターンを終了します。終了します。とりあえずコンバートで2点です。ドラゴンこんな感じで2点でいう感じで終了します。あれ、ドラゴン湧いてると思ってなかった。タイトル、タイトル、キャスト、サマナ、サマナ、タイトルかな。4 5 6 7 8 9 10 10 X5。 おおおお、やばい、これは死ぬ。バリスタでとりあえずおとなしく、じゃあシュ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 がプロラスがやはり悪の化身を最後にやってしまった。宝物トークが一体8万払える。じゃあどうしよう。8万払ったら応援やったらつけられないから耐えてる。本当になぜか耐えてる。これ、いや、結構実はドラゴンが結構鍵を握ってるのかもしれない。まあ、起動しました。てか、あれやん、アゴがあるよ、仲間が増えてる。本当だ、こういったバルソ出すんですけど、これ全部のプレイヤーが赤と黒のスイッチ戻ってきちゃうんで、ない黒マンサー、そう、戻ってきちゃうし、俺、夜のスピリットしか出せないから。ここは、じゃあこちらこれで終了で、じゃあもらいます。バリスタを大きくしよう。あれ一番強いか、射的が始まる。射的がない、射的が始まるぞ。とりあえず、これで、いや、これもう維持しない、維持しない、一番きつすぎ。これでは1本で、ボール出す、ボール出す、はい、じゃあ、こっち押してお店を押して、はい、いただきます。ドローします。地味にライフもみんなね、詰まってる。いや、なんか意外とみんな拳でかいから、そう、デカムスが。バラ機能で対応したじゃあ、ブロックされませんか。はい、殴りました。あと1票します。終了ね。じゃあ、起動、起動、バイスターさん、やばい、やばい、あっ、奇数なんで、オーラス5000円である。バルソ助けて、バルソ助けて。おちょ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 、何や、俺は病気か。8番のキャスト、おお、デカボス、リリース、リリース、88、88やべえ。まだ1回ちょっと押したいから、普通に2点ペイします。あ、あれ、チキンとか、そんな、ただ確かに、ボディスカウンされるかも。で、リティアもらったから、2枚、ロックします。うーん、これで、ジャンダップして、間違ってやったって言うのが払って、そう、あ、そうか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 、このカードは、イメイト、デデン、デデン。一応、俺がアップキープ迎えると、こいつの効果で一応ディスカード入るけど、え、2枚な、これ、あ、ほんとさ、2枚手札1枚です。手札1枚しか起動してないけど、普通2枚、2枚の方が効率いいしな。ちょっとディスカード、対象そっち。お、6号で戦闘入った、6号でダースピットで対象に1回これか、やったらどうでしょう。じゃあゾウで7点払いましたね。はい、こいつ今13、13号になりました。あれで、ショルダーシャンクロ
ダメだ。決めてない。そう、今決めたと思ったのに。いやー、6点やべえ、バレてしまった。バレてしまった、やばい。おしまい。やべえ、エンドキー起動するか。いや、ミスター。一時を殺しました。はい、死んだ。だってか、そうだった。フォークショットは奇数ダメージ落ちる。偉いぞ、ドロー。こいつは出します。うわー、うわー、うん、まあこれでとりあえずエンドです。アンコンするもんか。それで、もう次のドローしたい。アンコンするはいらない。ダウンタップした、真正面にアンタップしたんで、今だからってバンドを通常ドロー。名称耐えてる。はい、とりあえず物書き出して、バリスタで死ぬ気がする。とりあえず、ペタル出しました。はい、パワー。おお、パワー、パワー。戦闘入った。はい、殴った。はい、ショルダースピリットでシュッシュッ。さあ、6になって、6になる。で、まあ、1まで。ショルダースピリットパクられる。あ、ショルダースピリットパクられるじゃん。なんだあのカード強いぞ。思い通りか、強すぎる。おしまい。バリスタピリット判定。バツは3点。よし、よい、ドロ。はい、じゃあ待って。当たった。残り4。第4エンドです。エンドどこ。第4ではこれエンド2。はい、はい、はい、で、じゃあこれ、ネクロマンサーは、はい、これ6回についてで、これ記憶回についてはい、で8万7000円多すぎる。なんだこのカード。下がった。はい、ちょっと早速にドロップ捨てて、アンブロッカブル。大使死んでくれ、救急。とりあえず起動。はい、次に行ってやばい。すごいよ。もう一回使えば。もう一回使えば。もう一回使えば。うわー、77。これはもうクリちゃんこしかない。いや、こいつね、逆に結局悪い仕事したわ。死にました。うわー、ドラゴンパンチ。下がってこいや。しまった。ほら、待ってくれよ。俺のドラゴンとボロラス様に勝てねえ。勝てるか。俺はドロー。まだクリッと置きます。はい、ドクロフと余裕で並びました。先頭入ります。え、なんかぶっけた方がいいのか、ドラゴンかけるのかどっちか。いや、さすがに4点ないだろ。いける4。おねえよ、ねえよ、おしまい。おっしゃ、来た。俺はこのドロップ様維持するぜ。維持するぜ。どうも、いけ、ボロラさんとドラゴン、スーパーパンチャー。あー、ドラゴンに負けた。はい、ということで今日はストラクアット勝利。イエーイ。いや、これは今回ドラ沼だったけど。いや、ね、序盤がやばい。序盤がやばい。序盤がやばい。やっぱね、最初にね、ヘイト買うやつ殺された。結構面白いしね、やらしましたけど。こいつが結構頑張って自分で出したね。そう、頑張って8万切れって出したのに、メイじゃないって。かわいいな。いや、結構なんかやっぱ単色対決ってさ、普段やらない変なこと起こすと持ち出してきた時から覚悟してたけど、2人貼るのはきつい。そう、しかも割れない、この色割れない。そんな割れない。まあ、トシロはどうでした。トシロはね、想像より強い、状況が結構強い。でも、それも墓地隊の全く違う、全く違うことをやってる。僕の通りのゲームできない。そう、全然違う。簡単だけで結構面白かったんで、そうですね。皆さんもやってみて、友達同士でやってみてください。力戦は貼っちゃダメだぞ。禁止にした方がいい。そうだね。これ力戦は禁止にしない。力戦になるとさ、あると盛り上がる。もうジェネラルを選ぶ時点でもう墓地対策、あ、墓地使うジェネラルじゃない方が悪い。確かに。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録、お疲れでした。ハレリアの杉でした。エアチームの一徹です。会心でした。バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。